はいどうも、凡人でございます。ということで、今日の動画はですね、うん、FC 駅2対藤枝マイ FC のマッチレビューというところでやっていこうというふうに思います。えー、結果は3対4というところで、お世辞にも 前線しましたねなんていうことはね決して言っちゃいけないゲームだなというところをつくつく思っております。この試合入りからですね、えー、とヘニキがワントップを張ったというところで、えー、まあ要は前線でボールを収めてなるべくねペナルティエリア内でのシュート回数っていうのを増やしていこうというところが見られた。 あーゲームだなというふうふに1ずつをトップ下に置いて、えー、柏木庄司のダブルボランチというところに、まあ、なってきましたけれども、えー、まずこの試合では点のね3421の中で、えー、水野鈴木というダブルボランチコンビにね、えー、プレッシャーをーなぜ、えー、そんなにかけなかったのかっていうところから、まあ、疑問が、まあ、生まれつつも、えー、試合を見ていきました。まあ、そのの中で、えー、っとまず思ったのが なんかこの試合に関して言えばやたら宇賀神がなんか調子が悪いというかうんなんかやたらトラップミスはするしなんかこうやっぱり負けてる連敗中ってことまで変にプレッシャーを感じていたのかちょっと荒いというか熱がこもりすぎてるというかこうちょっと空回りねしてるような感じでこの試合入ってましたねなんか宇賀神らしくないようなミスばっかだったんでちょっと怪我でもしてんのかなというような。 感じでしたけれども、まあ、そんな感じでゲームがスタートしていって、まあ、前半のね、えー、と5分10分まではアグレッシブに、えー、まあ毎回ですけどねやれているっていうのはまあ岐阜が今目指している、ね、プレーというところでそこまではまあ良かったのかなというふうに思いますし前線1トップにヘニキをね入れたっていうところでだけで言えば非常にまあそこに関してはうまく機能していたのかなというようなところを感じました。 相手は 3−4−2−1 という,いうフォーメーションの中でワイドからの攻撃を、ねえー、主にやってきていて、まあ、そこまではね前半は4 4のブロックをしっかり敷いた中で、えー、うまくカバーできていたのかなというふうには、えー、思いましたけれどもやっぱりこの石津が、ね、サイドバックとかのね位置までにボールを。 持ちに来るシーンがあっったりっていうところで、まあ、結局何が言いたいかっていうと要は岐阜はこの試合ボランチのところでボールがすっぽりとこう、えー、収まらなかったあっていうのが、まあ、こ,のこういうシーンにも表れてるかとは思いますが、まあ、なんかこの試合は庄司柏木のボランチのところにこうボールがなかなかね、えー、来ないというか。 あ来ても収まらないワンタッチツータッチで外に逃げるようなプレーをしなければならないような、ね、状態になっていて、えーまあ、これは藤枝のプレスの、ねえー、かけ方かかり方っていうのがうまくいっている証拠だとは思うんですけれども、まあ、そういったところで、えー、岐阜は非常に、まあ、痛手というか、まあ、自分たちの思い通りに、ね、ならなかったっていうのはあ、まあ、まずは、ねえー、ダメなポイント一つ目だというふうに思います。 えー、そして後半に入って48分、えー、藤谷が、ねえー、PK を与えてしまって、えー、失点というところで、PK も、ね、正直言うとすごい幼稚なミスというか、まあ、なんというか、ねえー、ちょっとないなと思わせるようなシーンでしたけれども、えー、その1分後、押谷がまあ最終ラインから抜け出して、えー、ループシュートを放って一気に2点を取られてしまうというね。 えまあここは本当、攻守の切り替え要はもう点取られたのとの切り替えっていうところがまあ間違いなくできてなくてそもそもこの押谷にボールが渡る前のところですねえでやっぱり中盤ボランチと最終ラインの選手はボールが多分おそらくあの距離だったら触れたあカットできたようなボールだったんじゃないかなというふうに思うんですけれどもまあうまくそこはねカバーしきれず大きなミスとなってしまって2点目を取られた。 えー、そして、まあ、やっぱりこういうところで、えー、この試合のやっぱディフェンスの軽さっていうところが出てしまったのかなというふうに思いました、まあ、そこからその直後ですね59分には久保田の持ち上がりからの、ね、いいチャンスは作れていたんですけれどもやっぱり決めきれずというところで、えー、途中で山内、石津に変えて藤岡、村田を投入しましたけれども。 結局この試合3点で、ね、その後を取り返したわけなんですけれども全てこの2人がね起点となって作ったゴールというところになりました。えー、っとまあ、藤岡はハットトリックというような活躍でまあ非常に村田もね本当途中から入ったにしたまあ入ってすぐに決定機を本当に多く作ってましたからねそういったところを考えるとまあ、なかなか。えー、っと 出場機会に恵まれなかった村田ですけれども村田、藤岡に関しては今後スタメンで使っていくべき選手だなというところをねこの試合では感じました、まあ、ただ結局3点取り返したあと最終ですね4失点目これは90分の過ぎたあたりアディショナルタイムでしたけれども3人ペナルティエリアの中にいたんですけれども全員がボールウォッチャーになってしまって相手のカバーリングっていうところが全くできてなかったというところで。 えー、守備の脆さが本当に露呈、えー、してしまったというのが、まあ、この試合ですね、全体の総評的にはやっぱセンターバックの連係のところ、えー、それから4バック、まあ、4、4、2でブロックするときのやっぱり一人一人のこの選手間の感覚というところと間合いの取り方っていうところがすべ、まあ、て、えー、空回りして、えー、悪い方向に行ってしまったというところでした。まあこの試合は正直ほほぼほぼ点点中、まあ、0点に近いいよううなな、ね、出来だったかなという ふうに思います唯一、浮上下のハットトリックがあって、まあ、チームがせっかくね引き分け、えー、勝ちにね持ち込めるような状態だったにもかかわらず最後の最後で結局足が止まっていたっていうのが、えー、この試合のお、まあ、お一番のね、えー、失敗点というところになったかなというふうに思います。 対する藤枝は九十分間走り通したっていうところがこの試合の勝利につながったポイントかなというふうに思います、まあ、本当この試合通してですけれども正直なところを言えばまあこれで昇格しようというようなねチームの出来ではないっていうのだけはまあ言えますね、はいまあ、それ以上は特に今日は言いません というのも個人的にはもう正直思い出したくもない試合ですし、まあ、選手の皆さんもそうだし見てるファンの皆様もそうだと思うんですけど正直この試合を改めて振り返りたいって思う人はね多分誰もいないんじゃないかなというふうに思います正直これはもう僕はその仕事とかでやってるねわけではないんであれなんですけど記者の方だってこの試合を振り返るのは嫌ですよね、うん、いくらなんでもその そんな試合前半のあのペースだけでいったらね、えー、間違いなく1点取って1点を守るっていう考え方を徹底して90分間走り通せれば勝てたような試合だったのに、まあ、自分たちで自分たちの試合を崩してしまったっていうのはまあ非常に残念だったかなというふうに思います。まあ、なので、えーっとまあ、色々問題はありますし まあもう一本ね別でもしかしたら動画を上げるかもしれませんけれどもまあ本当この失敗をね次にどう生かすのかっていうところには注目したいなというふうに思います。ということで、えー、今日の動画はですね FCA ユフ対藤枝真 FC のマッチレビューというところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。